ゲストはこの方です。もう初めてお会いするんですよ。この人こち亀のあれも脚本も書いてはったり、カトリのやつとかね、なんかいろいろ考えてきはんねやろな。まあでも辻梨はちょっとずっとこんな仕事する前から出たい番組だったんで。え、そうですか。はい、多分ね、パペコやってる時に辻梨っていう番組を始めたんだっていうのを亀子さんにパペコの中でおっしゃってて、そんな面白い番組出たいなってど素人が思ってたんですよ。念願かなって。設定はこれです。カルチャースクール行ってはる人いますか？カルチャースクール習ってませんか？囲碁、将棋、なんかどんなんや。カルチャースクールって何あんの？あ、ちょっと見ましょう。はい、あー、ほんだいろいろなあんねん。花のカルチャースクールとか、あはぁ、編み物もあるやんな。編み物もやってるやんか、そんな。まずカルチャースクールってなんだっていうとこですよね。本当にカルチャースクールってっていう、知らねえぞ。何があるんだ、何があるんだと。何屋さん、何を教えるところかも今日決めていくわけですよね。そうですね、そこももう自由にしてあるんで決めてもらって結構です。ああ。じゃあまだ何も考えてないってことです。本当に何も考えてないですね。まずいのかな、ちょっとは考えといた方がいいのかな。いや、まずくないと思います。キーワードないですか？キーワードいる人、こうしたいっていう人決めますよ。はい、何ですか？合唱。合唱、何かしたら合唱。違います、コーラス。大工や、大工。あれ、どないよね。じゃ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 やつか。ちゃうか、そうやな。合唱。わかりました。大工を歌うわけね。大工歌う。ラララ。これ難しいね。衣装はどうして選ばれたんです？あ、これこう黒、何にでもなれるかなと思いまして。いや帽子取って、まあ何人でもなれるかなと思いました。なるほど。あんまりこう若いっていうか、普段着すぎるとそのなんていうんですか、37の僕の役にしかできないんで、これぐらいだったらどうですか、45から25ぐらいまでできそうじゃないですか。なるほど。幅広くいくから。ほとんど予算ないんですよ。よう買うてきたな、こんなん。ジャケットにちょっとこういうな感じの。はいはい、もう見たら分かりますかな、カルチャースクール。はい、いいじゃないですか、これ。よく考えてくださいよ。スーツ。はい、ほんなら、あなたが選びましたね、これ。そしたら、この右の。これ。はい、これで。あ、これちょっと大工歌えそうや。みんなあなたに左右されたの。わかりました。それでは行く。あの子を呼んできて、今の女の子。あ、大工の。大工の子。お願いします。うわ、本当にずるっと始まるんですね。これもう行ったら、あれですよね。もうスタジオに入って、ちょんちょんってやったら始まるんですね。
緊張する間もないですね。そうです。お名前なんておっしゃるんですか。お名前ですか。名前言えない。言ってもいいですけど。じゃあ何て言うんですか。山内です。山口さん。山内です。山内さんね。わかりました。よしよしよし。はい、それでは本日のゲスト、マギーさんです。おはようございます。よろしくお願いします。マギーさん初めてですよね。お仕事するのは初めてです。そうですね。いいとものなんか、はい、とこで一度セットの裏で、そうですね、はい、お会いしましたよね、はい、3回ぐらい出てるんですけど2回ぐらい割と木曜日やな、はいはいはい、なぜか、はい、あのマギーになられてもだから独立っていうかソロになってどれぐらいなんですか。6年ですね。あ、もう6年経つ、はい、マギーさんはいくつなんですか。僕37です。もう年分からん顔ですね、はい、そうですねではセットをご覧ください。それでは、こちらの扉からも出入りできます。山内さん、山内さん、あ、山内さん、こう素人の方ですけどね。あ、山内さん、この人が、あの、どうします。はい、あの、マギーさんと僕とはここにいてるのか、マギーさんが入ってくるのか、僕が入ってくるのか。入ってきてもらえますか。僕が入ってくる、はい、で、マギーさんがここにいる。ここにいる、はい、わかりました。お願いします。はい、まあ、素人です。客席にいたはる人。ああ、そうですか、それ山内さん。山内さん、はい、わかりました。それじゃあ向こうへ帰って見といてください。じゃあ持ち道具もこちらありますので。はい、ではスタート位置にお着きください。それでは本番参りたいと思います。うわ、本当にすごい始まるんだな。では、ここからはスタッフも死後厳禁、笑い声にもお気をつけください。この音にもご注意ください。あ、ごめんなさい。あれ、ここですよね。あ、竹内です。竹内さん。はい。あれ、え、待って、竹内さん。え、こう3時から。はい、こうこう。はい、え、3時から。はい、え、あれ、バッティング？あれ、どう？あれ？いやいや、あれ、竹内ですけど。清水ですけども。いやいや、別に紹介されても。いや、そうですよね。いやいや、あれ？高校3時から借りてるんですけど、私。いや、と、僕もここ3時から。まあ、僕っていうか、あの、先生が借りてるんですけども。あ、私、え、竹内ですけど、竹内。竹内。先生？はい、竹内です。あ、僕、あの、清水、あの、今日の清水さん。はい、瀬戸も、あ、申し込まれた。はい、はい、申し清水さんでしたかね。あの、はい、あの、志村けんの死に普通の水。いや、うちの秘書が志村って書いてましたね。ああ、あの、その死だとよく、あの、志村けんさんが浮かぶみたいでよく。ああ、はい、清水、清水さんですか。はい、はい、竹内さん。え、竹内、はい、竹内ですけど、私。はい、え、先生です。いや、先生ですよって。まだあと10人ぐらい、あの、生徒さん来られますんで、それじゃあ、あの、清水さん座っといていただいて、
え、10人はい。あれ何を、ま、マンツーマンだっていうふうに聞いたんですけど。マンツーマン、はい、マンツーマンで何を、マンツーマンで何を、何を習いに来られたんですか。いやですマンツーマンで、いやですか、そのいや私は、いやあのここに書いてあるこういうものじゃなく、はい、まあ不思議な講義っていうか、そういうものを、はい、するわけですけども、聞いてます、ね、物をなくすとかっていうものがあるでしょ、よく、はい、切符もなくされる、はいはい、そういう方に対してこういうことをするとなくさないよというカルチャー、それからまたカレーうどん食べるとここがピュッと飛びますよね、はいはいはい、飛んだらダメだというカルチャー、そういう日常にあるそういうことを起きるカルチャーですよね、はいはい、そういうカルチャーをやってるんですけど、清水さんそれは分かってるわけですか。多分そのカルチャーは僕それだと思うんです。ちょっとカレーうどんのことは分からなかったんですけども、はい、よく物をなくすの、なくすなくす、はい、切符なんかでも乗ったらすぐなくす、はい、どこ行ったらいいのか分からない、はい、もう必死なんで、はい、最後までなく、駐車券もなくすでしょ。なくします。ああ、じゃあ清水さん、じゃあ志村と間違って、志村と間違って、清水さん、よろしくお願いします。はい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 、はい、どういうものなくされますか。いやまだちょっと待ってください。松村おかしいな、30からあと10人ぐらい、これあんな、まあまあいいでしょう、先に清水さんやっときます。はい、で清水さん先にやっておきます。はい、お願いします。はいはい、はい、もうじゃあこれ始まる。いやいや、もうちょっと来られて、いやいや、いや、っていうのはですね、はい、ちょっとそのマンツーマンだって聞いてたものですから、なんて言うんだろう、あんまりこの人とこうお話するのが得意ではないので。ごめんなさい。それでその、わかりました。それじゃあ時間をまた別にしてですね、はい、来られたらまたちょっと待っといてもらって、長くから7時まで借りてますんで、大丈夫ですよ、清水さん個人でちょっと高くなりますけど。あ、はい、それは大丈夫だと思います。いいですか。はい、はいはい、あれそのちょっとその対人恐怖症みたいなところが、そういうのの克服みたいなのも、おーそうですよ、それもそれなくすもそうですし、まあ、それ対人恐怖症の方っていうのは絶えずおどおどしてるから物をなくすんですよね。はいはい、そうなんです、だからなくしてないのになくしてると思ってしまったりとか、そういうのもあるんです。ぴったりですよ、私そういう。あ、じゃあやっぱりそうですよね。はい、はい、竹内先生、そうです、そうですよね。はい、はい、以来ですね、名前初めてお会いしたのに、竹内です。はい、なんでご自分の名前書かれてるんですか。いやいやいや、はっきりしとこう。あ、はい、笑顔苦手なんです。はい、はい、私、まあ自分で言うのはなんですけど、竹内秀夫、笑顔が得意なんですよ、はい、笑顔専門なんですよ。はい、ああなるほど。ああすいません、清水さんちょっと笑顔を。誰もいないんですから、もう入ってこられることは、来られたら私ちゃんとしますから。ああ、はい、そういう恐怖があるんでしょ、はい、誰かが来る、はい、マンツーマンでやりたいという恐怖があるんでしょ、はいはいはい、マンツーマンでやるという希望です。ああ、ごめんなさい、ごめんなさい、はい、マンツーマン、これ私には違和感ないですか。私には今は大丈夫です。大丈夫ですか。はい、はい、私を信用してください。はい、はい、笑って。ああ、いや、ダメと言ったらこんな人にはダメなんですけども、うん、じゃって、はあ、形状記憶のようにするんですよ、もうずっと絶えず。形状記憶。はい、ワイシャツであるでしょ。はいはい、ずっと絶えず形状記憶のようにこうするんですよ。これでも歌えますよ、これで簡単に歌う、鼻歌うんですよ。ララ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 ラ。そんな風にできたら楽しいだろうな。やりなさい。
鼻歌を。はい。いや、あの楽しく、その急に笑えって言われてもやっぱその笑うんだよ。笑え！なんで笑えないんだ。そんな風に、え？ごめんなさい、ごめんなさい。そんな風に言われて笑える。あ、すいません、すいません。すいません、私カッとなってしまいました。すいません。いや、だって、いやいや。だって先生、そういう先生なんですか？いやいや、そうじゃないんですけど。すいません、すいません。ごめんなさい。帰らないで。帰らないで。はい。帰らないで。わかりました。その怒られたりとか大きな声とか出されたりすると本当にダメなんで、なんかもうカッとなってしまいました。だからもうなんでカッとなられたかがちょっとわからないですよね。いや笑えないっていうことで、すみません、すごく恥ずかしくて来たわけじゃないですか。いやそれも分かってます。でそれでそのいや何にもないのに笑えって言われて、一生懸命笑ってあんな風に大きな声出されたのかどうしたらいいんですか。ごめんなさい、ごめんなさい、ごめんなさい、ごめんなさい。もうしみさん、去ってください。いや、何が面白いんですか。何を笑ってらっしゃるんですか。僕をバカにしてらっしゃるんですか。そういうことじゃなく、僕は切符もなくします、はい、駐車券もなくします。はい、いろんなものをなくしてきましたよ。笑う気持ちもなくしました。友達もなくしましたよ。それでそんな人をバカにしたような、いや、そんな人をバカにしたような笑顔を教えるところなんですか、ここは。いや、これ あなたのは笑顔じゃない。それは人を嘲笑ってるだけだ。え、すいません。え、清水さん今何ておっしゃったんですか。今何て言ったよ。人は笑ってるよ。どこだ。人は笑ってるのはどういうことだ。笑顔を教えようと思って死んだったのに、ちょっと感情をむき出ししただけで、あなた何だそれは。何だそれは今嘲笑うなんて。じゃあ何なんですかその顔は。それが人をバカにしてる顔じゃないですか。バカにしてる、バカにしてる、バカにされてる。もういいです。ああ帰らないで、帰らないで。お金もらえるわけですよね。僕が今日ここでこのまま帰ろうが、先生お金もらえるわけですね。じゃあいいじゃないですか。なんでこんな二人で苦痛な時間を過ごさなきゃいけないんですか。おかしいよ、おかしいですよ。ごめんなさい、もう一度座ってください。私清水さん、私先生でも何でもないんです。ごめんなさい。私対人恐怖症で、カルチャースクールに来た人と友達になろうと思って、ある先生に言われて入っていって、向こうも対人恐怖症ならなれるだろうって。すいませんでした。え、竹内さんは先生でも何でもないんです。私も友達なくしまして、全てのものに自信がなくなって、そういう教室行ったら先生に、まあ疑似体験をしろみたいなことを言われて、でここへ入ってきて、すいません大きな声出してすいませんでした。え、でもこれ笑顔でも何でもないですか。そうですよね。
素敵な笑顔だと思いますよ。素敵な笑顔だと思いますよ。確かに少しバカにされているような気はしますけど、なんだろう、見下されてるというか、本当に面白いと思ってないわけですよね。はい。あの、私若い頃に、いや、信じていただけますか、若い頃にずっとテレビに出てまして、へえ、こんな映画を作ってしまって戻らないんですよ。それは何をされてたんですか、そのテレビに出られてた時、その笑顔が必要なお仕事だ。お笑いです。そうだったんですか。この笑顔が戻らないんですよ。ああ、どうですか、自分でも分かってるんです。寂しいというか、でもそうか、僕もじゃあ楽しくなくても笑ってればそんな顔ができるようになるんですかね。あなたの顔はもう笑ってる顔です。え、もう正直言わせていただくと、はい、すごい素敵な顔です。もう笑ってます。あんまり褒めないでください、また僕大きな声出してしまうかもしれない。いや、もう笑ってますって。なんだろう、もうバカにされてるように見えない。笑ってます、その顔、全体の子作りの顔。子作り。はい、ボタンのような花、素敵です。バカにしてますよね。バカにしてますよね。今僕またバカにされた気がする。全くバカにしてません、誤解しないでください、お願いします。ボタンのような花を。素敵じゃないですか、そのボタンのような花。バカにしてないですよね。バカにするわけないじゃないですか。あの、先生じゃないのにこんなこと言うのはあれですけど、どうしたらいいかな。その、もっと人と仲良くなりたいんです。僕もです。一応ここに携帯の番号に書いておきます。はい、普段何されてるんですか、お笑いやめて。あれ、またなんか言っちゃいけないこと聞いちゃったかな。普段何されてるんですか。あ、ごめんなさい。普段何されてるんですか。僕ですか。はい、僕はあの、一人でできる仕事です。一人でできる仕事、どういうお仕事ですか。あの、ラジオにハガキを書いてます。ラジオにハガキを書くんです。わかります、ハガキ職人とか。それでは仕事にもちろんなりませんけど、アルバイトしたり。それ言えるんですか。ラジオにハガキを書いてるって。私もそうなんです。え、私もラジオにハガキを書いてるんですが、あの、ハガキ職人です、私。あの、失礼ですが、ペンネームは。たこ焼き太郎です。たこ焼き太郎さん。たこ焼き太郎です。ペンネーム卵かけご飯です。卵かけご飯、たこ焼き太郎さん、卵かけご飯、はい、わー、あー、大好きです、大好きです。あの、この間の切符なくした話、あー、オッケーです。拍手を持って拍手。やっぱすごいね。もう見てみーな、あんなことなんねや。
いやでもこっちから仕掛けていってもすごいこうでうまいことこう返しきはるし、うん、やっぱりうまいね。うまいって言ったら失礼やけどやっぱいや難しいですよ。俺がガーン仕掛けていくあんまり仕掛けないんですよ僕は。向こうの出方を見てずっと待つんですけど、まあマギさんやったら仕掛けてもええかなと思って割と仕掛けたんですね。するとエンディング向こうが決めてくれて。サクリです。それでは出てきていただきます、マギーさんです。いやーいやーでも面白かったですよ。俺あんまり自分から仕掛けないんですよ、はい、でもマギーさんがもう仕掛けてええわと思って、はい、キャラで入ったんですよ、はい、あのオチはすごかったです。いやでも最後俺どこ行くのかなと思いながらもう、うん、いやさまよいましたね二人で。さまよったね。でもまあオチがバチッ決まったやんか。卵かけご飯。それすごいよ。卵かけご飯いうのは。ペンネームありそうですよね。あれは俺めっちゃ俺は浮かべへんのよ。だからたこ焼き頼むから単純なことしてしまったらひどいわこれ。すごい。あどちらの日本の方ですか。今は半田市。半田市ね。前はアメリカで。アメリカですか。はい。こんなんあるんですかアメリカに。こ分かりますかこれ。フリーでやってて。はい。インプロブで。あ、エチュードっていうやつなんですか。え、うん、インプロ、うん、インプロビゼーション。インプロビゼーション。うん、あれですか。例のインプロビゼーションですよ。ああ、それはあるんですね。こういうのは。はい。テレビでもあるんですか。テレビではない。わかりました。フリーで作ってるって。はい、すごいね。それは二人の目が泳ぎまくってるから。いや、それでは早速見ていきましょう。どうぞ。多分初めて来てるますよね、この部屋に。ああ、なんか見てるよね。意味なく何にも考えてない。あ、ごめんなさい。あれ、ここまだ決めてない、生徒も何も、はい、ここですよね。あ、竹内です。竹内さん。って言われたら名前言わなあかんねんな思うし。ほな完全にこれは先生ですよね。そうですね。だから俺あ竹内ですと。ここでに対して翔が あの生徒さんって言われればもう生徒になれるし、先生ですかって言われればもうそこからじゃあ今日は先生で行こうと思ってたんですけど、竹内ですと言われたんで、これはまあどうしようと。だから僕も決めたくないから、うん。竹内です。これねやっぱりね回しの取り合いなんですよ。そうですね。これをさどっちに出るかっていうのこれでお互いおもろいんですよ。どっちに出るかで自分が先行したくないっていうんか。ああ竹内です。竹内さん。はい。あれえ待てストップ。あれって見に行かはったから。だから俺が生徒なのか先生なのか、まあここもまだわからないです。わからないですね。何見に行ってるんですか。ここはおそらく自分の中での名簿ですね。まだだから若干先生のつもりですね。そうやな、これ見に行かないから、はい、でも俺が先生どうしようかなと思ってるんですよ、はい、ただこれ先生になりたくないなっていうのもちょっとまだここではあるんですよね多分。そんなにこれでも格好はかなり俺が先生ですよね。そうですね。いやもうどう見てもそうじゃないですか。先生でも俺は先生の格好やから先生になりたくないっていうのはあるんですけど。でどうぞ。もうこれ観念したかな。竹内さん。え、ここ3時から。はい。ここ。はい。え、3時から。はい。え、あれバッティング、あれどう、あれ、いや、僕もここ3時から、まあ僕っていうかあの
先生が借りてるんですけども、ここで今僕完全に生徒になって、はい、あ、なるほどなるほど、はい、先生が借りてるっていうことで、あ、でここ入ってる、はい、展開としては先生の助手っていうパターンもあるなとまだこの時は思ってるんですけど、俺はこの時はもう普通にあのキャラは入ってないんですよまだ。そうですねどんどんキャラ入っていくどんどんキャラ入っていくんですよ。先生が借りてるんですけども、あ、私、え、竹内ですけど、竹内竹内先生、はい、竹内ですよね。ここで完全に先生になりました。ものすごい、いやいや思いながらも、はい先生、はい竹内です。絶対先生、ね、先生とは言わないで、竹内です。どうぞ。清水さんですか、はい、はい、竹内さん、え、竹内、はい、竹内ですけど、しつこい、私、はい、え、先生、まだ、まだ観念してない、いや先生ですよって、まだあと10人ぐらいあの生徒さん来られますんで、それじゃ清水さん座っといていただいて、はい、え、10人、はい、あれ何を、ま、いやマンツーマンだっていうふうに聞いたんですけど、マンツーマン、はい、マンツーマンで何を、マンツーマンで何、決めないですよね、決めない、絶対決めない何のカルチャースクールかも俺も決めてないし、そっちから言え言ってるんですよ、こっちも言わないんですよ何を習いに来られたんですか、マンツーマンで、いやですか、そのいや私はもう言っての顔ですよねこれ、ここに書いてあるこういうものじゃなく、はい、無駄なキャラ、まあ不思議な講義っていうかそういうものを、はい、するわけですけども、物、ね、をなくすとかっていうものがあるでしょ、よく、はい、切符もなくされる、はいはい、そういう方に対してこういうことをするとなくさないよというカルチャー、それからそれどういうことですか、ね、いやこれ今日の日常に出てしまうねんね。今日新大阪でさだまさしにおったんよ、はい、おまさん言うて喋ってて、まさん9号車、はい、俺が10号車なんですよ、はい、で俺マネージャーと座ってたけど、まさん誰かで言ってたんやけど喋りに行こう思って切符持って行ったんよ。でまさんがこっち来てここへ切符置いた、はい、ほんで切符を拝見に行って来はったらないのよ、はい、おお。だからほんまになくなった、ほんまなくなったんや、どこ行ったや、もうどっこもあらへんねん。だからまさんと久しぶりにおったら話したいねんけど、もう切符がないだからずっと俺名古屋までちょっともう切符探してみて消えたわけよ切符が。ほんでまあまあええわ、もうお金払うから話しようと、話の方が大事やと思って喋ってんねんけども、はい、切符が気になる、はいはい、ずっとずっとマネージャーが名古屋までの切符持ってるから、はいはい、それはもう名古屋までやと承認してもらうからって、そんなん分からへん言い出して、はいはい、それは絶対無賃乗車で捕まるわ言い出して、いやいや、それはやだからほとんど内容のある話してないもん久しぶり何年ぶりかに会うてんのに切符にまつわる話だけで、切符にまつわる話だなと思ったんやそういうのがあったから、これあ、これ切符の話を、切符をなくすカルチャーなくすでしょ、なくします、僕本当になくすんですよ。でなくすから、俺はなくしやすいから分かりやすいとこに入れようといつも思うんです。でそれがどこかを忘れる、忘れる一緒やわ、はい、あれほんなみんなそうか、駐車券のね、はい、あれも裏が黒いねん、はい、すると黒のバッグのところに忍者みたいにへばりついてる何をしてんねんこれはと、あるやろ、あります、何保護色なっとんねんお前お前普通の髪のくせに、ね、しとんねんこれやと、ものすごい腹立って家へ帰って出てくんねん、はい、今度なくさんといてくださいよってえら怒られながらお金払って、はい、家へ帰ったら出てくん、何保護色やねんだからそんなんどっか開発したいのにな、ソニーかどっかでビュッとしたらビビビビビッとこうとビューと浮かび上がるやつ、ね、そやかそれ言うたんですよ。あ、不思議なこと言うなと思ったんですよ、思いましたね、どこに持っていきたいのかなと物をなくすとかっていうものがあるでしょ、よく、はい、切符もなくされる、はいはい、そういう方に対してこういうことをするとなくさないよというカルチャー、それからまたカレーうどん食べるとここがピュッと飛びますよね、はいはい、飛んだらダメだというカルチャー、理解してるやろ何をこなさいみたいないや、これに乗ったら何をしはんのかなと
今後切符をなくさないカルチャーって多分レクチャーできひんと思うからまあそらそやわな、しにくいわな、そのこんなところで教えにくいやなくしますよねどうぞ。カレーうどん食べるとここがピッと飛びますよね、はいはい、飛んだらダメだというカルチャー、そういう日常にあるそういうことを起きるカルチャーですよね、カルチャー、そういうカルチャーをやってるんですけど、清水さんそれは分かってるわけですか。多分そのカルチャーは僕それだと思うんですそれだと思う、やっと乗ってくれた、どんなカルチャー、僕はそのカルチャーちょっとその対人恐怖症みたいなところが、あのそういうのの克服みたいなのも、おそうですよ、それもそれなくすもそうですし、まあそれ対人恐怖症の方っていうのは絶えずおどおどしてるから物なくすんですよね、はい、そうなんです、なくしてない適当なことを言いましたねなんとかこじつけようとしてますけど全然こじついてないですよねなんかもう言い切った価値やから、ね、この口調では何でも言えるんですよ、なくすんですよ、どうぞ、おかしなおっさんやからうさんくさいし、はいはい、そうなんです、てかあのなくしてないのになくしてると思ってしまったりとかそういうのもあるんですぴったりですよ、私そういう、あ、じゃあやっぱりそうですよね、はいはい、竹内先生そうですこれなんですかこれは急にね、俺竹内やったんか忘れてるひどいよ急に名前が俺竹内って言ったかなと思うのよこれものすごいこう恐怖や、俺竹内って言ったぴったりですよ、私そういう、あ、じゃあやっぱりそうですよね、はいはい、竹内先生そうですよね、はい、はい、以来ですね名前初めてお会いしたのに、竹内です、はい、なんでご自分の名前書かれてるいちいち言うことないやんひどいよな、忘れたあかんかね俺は竹内やって自覚してるわけやんか、しかもあのメモに竹内先生とまで書いてあるせめて竹内でいいじゃないですか。笑顔苦手なんです。私、まあ、自分で言うのはなんですけど竹内秀夫笑顔が得意なんですよ、はい、笑顔専門なんですよ、はい、なるほどこれでも歌歌えますよ、これで簡単に歌う鼻歌歌うんですよ、ラララララララものすごい笑顔ですね本当に趣味笑顔なんですねこの人が歌えってこれキーワードがあったんですよ、この人に歌わされるんですよ、あ、まあ、急に鼻歌、まあ、鼻歌でまた変わった曲を選んだなと思ったんですよねやりなさい、え、鼻歌を、はい笑うんだよ誰だなんで笑いなんだそんな風に、え す, ごいすごいそうなりますよこんな先生いてないでしょこれおかしい帰らないで帰らないカットなってしまいました、だからもうなんでカットなられたかがちょっとわからないですよねいや笑えないっていうことで、ごっそ怒られる、すごく恥ずかしくて来たわけじゃないですか、いやいや、もう分かってます、で、それでそのいや何にもないのに笑えって言われて、いやいや一生懸命笑ってあんな風に大きな声出されたのかどうしたらいいんですかやり返したくなったんでしょうねその時の自分の気持ちは覚えてないですけど全然覚えてないよ、多分もうとにかく今ここや思たら振ってんがここや思たらどうぞ去ってくださいいや何
か何が面白いんですか何を笑ってらっしゃるんですか僕をバカにしてらっしゃるんですか。そういうことじゃなく、人をバカにしたような、いや、そんな人をバカにしたような笑顔を教えるところなんですかここは。これあなたのは笑顔じゃない、それは人を嘲笑ってるだけだ。これ何なんですか。あざ笑うという言葉にカチンとくる男なんだ。あざ笑うというね、あざ笑うということにカチンとくる病気なんですよ。そういう設定だったんですね自分の中で。あざ笑う嫌がったな。どうぞ。待って清水さん、今何ておっしゃったんですか。今なんて言ったら人は現れたよ。どこだ人は現れたよ。何と思ってた。こんなんじゃないの。この笑顔が戻らないんですよ。どうですか。でもそうか、僕もじゃあ楽しくなくても笑ってればそんな顔ができるようになるんですかね。あなたの顔はもう笑ってる顔です。急にいいことを言い出しましたよね。これなんですか。俺この時にあれもうこの人終わらせたがってんのかな。いやほんまにええ顔してるもんね。こんな顔ないよ。なんか全体うまいこと作ってあるやんか。こんな顔できないよ。いやまたバカにされてるやん。マジマジマジで。あのラジオにこれすごかったよね。はがきを書いてます。ラジオにハガキを書くんです。私もラジオにハガキを書いてるんですが、あの失礼ですがペンネームはたこ焼き太郎です。たこ焼き太郎さん。たこ焼き太郎です。ペンネーム卵かけご飯です。よかった思った。これで終われるわ思った。どうぞ。ペンネーム卵かけご飯です。卵かけご飯。たこ焼き太郎さん。卵かけご飯。わあ。大好きです。大好きです。あのこの間の切符なくした話。すごいよね。これ早く DVD になってほしいです、ね、ちゃんと落ちてましたね。落ちてないね。これは決まるな、ね、そんなにないですから、うん、よかったな。あはがき職人はよう出てくれたな。俺も乗っかろう思ったよ。僕もそうですって言ったらペンネームはそんなんええやん。もういやまあだいぶ前からねオファーしてたんですけど。ああそうですか。まあお忙しいからあれやけども。で初めてやしまたいいんですよねこれ。ああそうですね。なんかこう慣れるっていうのもまあ一つの手なんですけど、そうじゃなく、もう最初にこれで会うっていうのはすごい楽しかったです ねまだどんな方かもよくもうテレビで見ている笑顔の鶴瓶さんしか知らないんで。どうもありがとうございました。ありがとうございました。マギさんでございます。